今日は手抜きして日本食を食べたいなと思ってピカルという冷凍食品店にある日本食を探しに来たところ、見てください、なんちゃって日本食がずらり。フランス人目線の間違った日本食しかないんです。まずはこちらの唐揚げと書かれた日本食風、こちらは一般のスーパーの冷凍食品コーナーに売っているラーメン。これはラーメンと言えるのか。じゃ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 ーん、じゃ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 ーん、じゃん、ラーメン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 、これスープ、これどんぶりや、からプレ唐揚げって書いてあるけどな、おかしいね、これお気づきですか。マカロンちゃん衝動的にハサミで自分の前髪を切って遊んでたんです。クレールアップ娘になっちゃいました。熱かった。日本でな、食べるラーメンの方がな美味しいね。食べたの覚えてるやろ。食べたのラーメン覚えてる。の覚えてない。覚えてないの。あと1回でな、マコロンちゃん、アニメ見られへんから頑張って日本語頑張ってな。こんにちは。マカロンちゃんはフランス語の方が慣れているので、日本語で話しかけても楽なフランス語を使ってしまう。それで軽い罰ゲームをして日本語のトレーニングをしています。クンクルママ、はい、あ、え、何、ママ聞こえてなかった。何、なんでヒューしてる。ヒューしたな、さっき音したな、ヒューな。じゃあこれ、ママ行きます。ママ行きます。ママ行きます。これ、はい、おー、ほうれん草とか人参とか、あとなんかカカオはとは、カカオってあるよ、ここに。ほら、なんか唐揚げというより、唐揚げより鶏の、なんか玉ねぎと人参と、あとはカカオ、あとナッツね、ナッツが入ってます。まだ違う食べ物です。去年行ったやんか、前行ったやんか、日本に行ったよ。うん、覚えてる。覚えてる。5歳の時な、な、一番楽しかったこと何？楽しかった、一番楽しかったの。プール。プールで？プール泳いだこと？と、あ、うん、花火。あ、花火したな。こうしてこうして手で持ったやろ。楽しかったね。お、ちゃん浮き上がったけど。ご飯は何が好きやったかな。食べるの何食べたっけ。トウモロコシ。トウモロコシ覚えてんの。トウモロコシ美味しかったな。うん、あ、おにぎりと、うん、と海苔。ソースの日本人。日本人。集中。みんなの目がすごい。その入る。おいしい。おいしい。ご飯ですよ、美味しい。おせぱん、おせぱん、頑張って。ダブでダメです。ちゃんと。
な、取れてきたよ。おいしい？うん。初めてのトウモロコシな。日本のトウモロコシ。名前はトウモロコシ。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 トウ、トウモロ？トウモロコシ。コシ。そう。おいしいな。うち、砂糖醤油好き？砂糖醤油。お口に合いましたの？あとロボット来たやろ。うい。え？チーズとババ。チーズとババと一緒に行った時にな。レストラン。レストランでもう一回もう一回会いたい？もう一回。もう一回会いたい？もう一回。もう一回会いたい？昔デート何だね。いい子やる。あれ？日本に行くんですけども、その間は去年と同じで、うん、ね、ちょっと編集はしないので、動画はストップします。で、帰ってきてから編集して配信するので約1ヶ月後ぐらいになりますけど、またよろしくお願いします。インスタには毎日投稿します。 YouTube でショートビデオやライブ配信はするかもです。なのでインスタも YouTube も今のうちに登録を済ませておいてください。日本にはね、お父ちゃんいろいろ行きたいね、旅行とかね。どこかな今楽しみやね。けどちょっと秘密、秘密かな。あれもしたいこれもしたい、高松行こう。あ、高松行くかな、嬉しいな。福岡、はい、あ、おい、あ、ジジイババ会いたい。うん、ね、家族にも会いたいし、ね、お友達にも会いたいし、ね、そしてお母ちゃんはお風呂に浸かりたい、温泉に行きたい、ラーメンもお寿司も食べたい。マのおてつとレストラン、レストラン行きたいね。まあ、みんなさんけどもし、見る、そう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 、もしね、こんにちは言って、そうそうそう、もし私たちと出会った時に声をかけていただければ嬉しいです。また皆さんに会えることを楽しみにしてますので、またよろしくお願いします。そしたら皆さん日本で会いましょう。会いましょう。会いましょう。そしたら皆さんまたね。またね。いつも。